こんばんは。今日の知っとくのテーマも節分です。毎年節分恒例の豆まきは無病息災などを願って行われているんですが、松村さん、その使われている豆といえば何を思い浮かべますか？新潟といえば落花生ですよね。そうですよね。新潟県民は落花生が定番です。ですが、落花生を使っている地域は新潟のほか北海道や東北、そして九州の一部で、それ以外の地域では大豆が使われているんです。雪国を中心に落花生が広がった理由について、全国落花生協会は、雪の中にまいた豆を拾うのは大豆よりも落花生の方が楽であることが要因の一つと話しています。そしてこの豆まきをしなくてもいいお名前の方がいます。杉本さん、はい、どんな名前の方だと思いますか？いや、これ全然わからないですけど、はい、鬼が名前に入る鬼塚さんとか。ですかね。不正解です。正解はですね、渡辺という名字の人たちなんです。一体どういうことなのか。住所に渡辺がつき、渡辺姓発祥の地とされるイカスリ神社に話を聞きました。渡辺さんが豆まきをしなくていい理由は諸説あるそうなんですが、平安時代の武将渡辺の綱と関係があるそうです。言い伝えによりますと、渡辺の綱は鬼と戦い、そして鬼を追い払いました。そのあまりの強さから、鬼が渡辺という名前の人物を怖がるようになったため、渡辺姓には鬼が近づかなくなり、鬼は外といって豆をまく必要がなくなったということなんです。そうなんですね、はい、でも渡辺さんって結構多いような気がしますけどね。頼りがいのある方も多いのかもしれませんね。ああ、そうかもしれないですよね。ちなみに渡辺の綱が追い払った鬼が逃げ込んだと言い伝えられている宮城県村田町では、福は内、鬼も内といって豆まきをする風習が残っているそうですよ。節分は地域ごとに様々な言い伝えがある歴史の深い行事といえそうです。以上、今日の知っとくでした。